今日も会社泊まんの？いや、これお母さんがおみちゃんちに持ってけ。こういうのもういいって。こんな時まで仕事？明日から自宅待機だからね。関東地方にかなり強い地震が発生しました。この地震は3分も揺れを感じるというかなり長いものでした。ふみちゃん、よかった、無事で。怪我してんの？そんなの置いてきたらよかったの。かわいそうって思われたくない。もっと周りに頼っていいと思う。今さらどう頼っていいか分かんない。死んだ。